ろ目線ですか。はい、ありがとうございます。じゃあすみません、隣お願いします。はい、いいですね、上ください。前に出てきて、本日は本当にどうもありがとうございました。今日初のコンサートでご感想から。そうですか。なんか私じゃないような、なんか夢のような感じで、本当にコットンクラブって普通でも立てない場所ってすごく聞いていたので、でブルーノートとかも見に行くのが好きで行ってたんですよ、自分でも。だからああいう場所で自分が歌うっていうのはどういう感じなんだろうって、前日まで全然イメージが全く湧かなくて、でももう本番は楽しみたいっていう気持ちでもう割り切ってやらせていただきました。楽しんでましたね、すごい楽しかったです。もともと歌うまきっかけというのはどこから。今回のはそうですね、篠山先生が歌ってみたらっていうので、それで歌うことになったんです。ためらいみたいな。決まってましたね。ためらう前にもう決定しちゃってて、で曲もオリジナルで平本さんが作ってくださったので、そうですね。そこから練習して、練習すればなんとかなるさって思ったんですけど、なんともならないかもしれないです。どうですか、歌ってみて出来は。は91点ぐらい。ランキングも高いですね。ダメですね、それ。まあ、下手なんですけど、今までこう何回か練習した中では、まあ、いい方に入るのかなっていうところで、でも、もっと練習したかったですけどね。口パクにしようっていうのは、それ、さっき思ったんですよ。口パクでできたじゃんって思ったんですけど、間に合わなかったですね。今日はここのパンツの方は、今日は脱いでるつもりです。実際のパンツも。パンツも脱いでます。パンツ履いてないです。パンツ履いてないです。上もだから結構危ないんですよ。上もつけてないので。リップです。なっていいならなりたいです。で、はい。目指す感じですか。歌手、歌がすごい好きなんですよ。やりたいですね。歌は何が好きですか。鳴き声とかあります。なんか選曲もなんかアイドルっぽいですね。そうですかね。あ、ま、でもそうです、おじさまが知ってる曲の方がいいのかなっていうのはあります。どう、はい、今後どこで歌いたい。武道館歌ってみたいです。胸は大きい方が5体とかそうですね、でもそこまでできるぐらいになったらもうすごい最高ですよね。NHK からオファーがあるかもしれない。そうです。今まで愛人キャラでやっていたので NHK さんはあんまり断られてたというか、あんまり入れなかったんですけど、我から入り込みます。